お覚悟 <laughs> 秘伝の前にございますご堪能くださいませ私の舞、お楽しみいただけましたかご試合なさいませいけないお呼びでしょうかはあ<ー>。敵将 <laughs>、打ち取りました はいええ、楽にして差し上げますさあ、宴の時間ですご覧ください極上の前にございます厳しくなってきました私に抑えきれるでしょうかもうダメですはあどなたか私に救いの手を 私こそ、真の三国武双です私の舞心ゆくまでご堪能くださいさあ戦を終わらせましょう守りが必要なのですねでは私がはあなんということでしょうはあ 喜ばしい限りです私の策お気に召すと良いのですが進めるようになったのですねでは参りましょうここはどなたも通せません未熟な前でした出直しましょうお見事です私もおそばで参りましょう さすがですね私もご一緒しますあなたこそ真の三国無双ですなんてたのしい方でしょう私も勇気づけられますはあ、なんて素晴らしいのでしょうあなたのお姿に見入ってしまいました 私を心配してきてくださったのですか恐れ入りますあなたこそ真の三国武双ですね素晴らしいご活躍です私も精一杯務めを果たしましょうさすがのご活躍ですね心強いお味方がいて嬉しい限りです 来てくださったのですね。もう少しで危ないところでしたセン様こそ真の三国武双です何人も寄せつけぬ武勇さすが法然様です、はああ法様来てくださると信じていました私がお相手いたしましょう 覚悟なささってくださいここで命を散らすわけには一旦身を引きますやあ朝鮮様まの砂舞の名手やってかごうてません名手など私にはもったいのうございますお国様こそ 日の元一の舞手と名高いとか皆さんエロを褒めすぎどすわ歴史にその名を響かす朝鮮様にはかないまへんい,いえお国様の舞は日の本一の名にふさわしくさんさんと輝く太陽の下大輪の花のごとく咲く明るい舞それに引き換え 私の舞は陰謀の闇に咲く暗き舞比べ物にもなりません影がさして艶やかなことその繊細な感受性が舞に艶を増してるんやそない思いましたえそう言っていただけると救われる思いです いつかこの舞で願いを叶えられるという希望が持てましたからこの袖をふわって言わすとこもったいつけた方が雰囲気出るんやけどつけすぎてもやらしいしその加減がなあええ悩みますでも 筆の方ばかりに目が行きがちですがやはり大切なのは足さばきではありませんかそうですそうです <laughs> 来ない前の話ができる方が近くにいてうち嬉しおすえ私もですお国様と話していると自分の中の闇がすっと。 消えていくような <laughs> それは悲しいわ朝鮮様の影のあるまいうち好きとしたのにえおお国様からかわないでください<笑>,笑ったり暗なったり顔おあからめたりそういうとこ全部丸まるのまんますっごい く,っくり朝鮮様のことが好きっすねえ朝鮮さんあなたの舞ってしなやかでとってもきれいねありがとうございますですが本当に美しくて素晴らしいのは三蔵様の舞の方かとうーん舞に上下なんてないと思うけどどうしてそう思ったの そうですね三蔵様にとって舞とはどんなものでしょううーんみんなを楽しませるためのものかなそれに待ってると自分も楽しくなっちゃう素敵ですね三蔵様の舞は人を元気づけるもの私も。 そうあれればよかったのですが朝鮮さん…よしそれじゃあ私の前を見てもらおうかな朝鮮さんを元気づけられるように頑張るから三蔵様…ありがとうございます喜んで…拝見させていただきますね ねえ、朝鮮さん気のせいかもしれないけど最近少し笑顔が増えたんじゃない <laughs> そうかもしれませんねきっと毎日三蔵様の前で元気づけられているからでしょうありがとうございます <laughs> 嬉うれしいなでも私も朝鮮さんには感謝してるんだ 私に、ですかうん最近前よりも前が艶っぽくなった深みが出たって言われることが多いのそれって朝鮮さんの前を見てたおかげだと思う悲しみや覚悟やお父さんへの恩やいろんな思いに私も心が揺さぶられたから山蔵様 私はあなたにいろいろ教えてもらう代わりに元気をあげるだからこれからも一緒に舞い続けよう長専さん喜んでこの世界にある限りはどこまでも三蔵様と共におりますせうせろ

敵将、撃ち取ったぞ。ふん。なんだ。ぬうう消えろ。消えざ、子供。雑魚のくせになかなかしぶといな。馬鹿 <laughs> な。俺が押し切られるだと。 うお俺が真の三国武装だこの戦俺の部で決めてやる行くぞ完膚なきまでに叩き潰すいいだろう守っておいてやるな,なんだほう。 いいぞザコめメまんまと引っかかったなこれでいい行くぞここから先貴様が生きて通れる道はないくだらん俺は帰るぞやるな俺もここで楽しませてもらうぞ ほうやるな俺とお前で押しつすぞお前が真の三国無双のようだほうやるなだが俺の方が上よ見ていろほういいぞその調子で進め俺の援護に来たのか 余計なことだ俺は負けませんお前が真の三国無双とはなふッ <laughs> なかなかやるな俺も少し本気を出すとしようよくやったそのまま行け来たか俺と共にこの雑魚をぶちのめすぞ 長領お前が真の三国無双だいいぞ長領その調子で戦え長領かなに心配はいらん敵が強いほど戦も面白いというものよ朝鮮お前が真の三国無双とは いいぞ挑戦だが無理はするなよ挑戦かドああこいつは子供俺は苦戦などしていないチンお前が真の三国無双だいいぞチンなかなかの働きだ ふっ、<laughs> 新旧つまらん切開をしに来たかまあいいザ魚どもを何とかしろ霊気が真の三国無双とはな霊気いい働きだだが気負いすぎるなよ霊気かここは危険だ下がっていろ 俺は好きでこうしているだけだほう俺の前に立つかいい度胸だってなかなかやるな貴様の顔覚えておいてやろうただかつお前は元の世界では最強と呼ばれているらしいな 俺と戦えお断りいたす <laughs> 逃げるのか貴様もそこらの雑魚と一緒だな切れよと思う時には切れ切れるなと思う時には切れぬこれを真の離島という対していかに切れ味するどかろうとおが収まるべき鞘をもたつ刃を すなわち共闘となす何をごちゃごちゃ言っている要は戦わないということだなさようふん。<laughs> まあいいならば俺の戦いを近くで見ていろ最強がどういうものか貴様に教えてやる忠勝 そろそろ俺と戦う気になったかうん間近で見続けたが呂布殿の戦からは学ぶところが多いそなたと手合わせすれば我が部もさらに高められようそう確信するに至った <laughs> それでいい手は抜くなよだ勝だが 我らが本気ででぶつかり合えばただでは済むまい。状況を鑑み鍛錬の範囲でお願い申すつまらんことをこの世界がどうなろうと構わん俺と本気で戦えこの世界での戦いが決着したその時は全身全霊の武をもってお相手すると約束する故に今はご容赦願いたい <laughs> 仕方ない今は鍛錬で我慢してやるだがその約束決して忘れるなよ <laughs> 貴様が仲間とはなふざけた話だ人界の強者よ我を倒さんと望むか 無論だ最強の名を冠する者は二人もいらんからなならばいつでもかかってくるがいいそして我を終わらせてみせよフッ <laughs> いいだろうその言葉後悔するなよ 人界の強者よ何故我を終わらせぬ今のお前を倒してしまっては明日のお前と戦えんからな共にいればわかるお前は今もさらに強くなり続けているとなほうだがそれは貴様も同じであろう そうだだから俺はさらに強くなった俺とお前とで戦いたい英語に強さをそして己が楽しめる戦いを求めるかそうだ俺とお前が戦うのはこの世界が終わる時それまで俺はどこまでも強くなってやる いいだろうならば我もその日まで何者より強くあらん。ガッハッハッハッ さっさと行かんか！一、二、三、ほれ！もっと働かんか！助けてやろう！わしの出番か！ああ！敵将、このわしが打ち取ったわ！ふん！ふん！ わしの野望、誰にも止められんが、はハハハハ爆殺じゃ逆らう者は皆、死刑じゃ押されておるではないかえい、ー、お前らもっと押し込ばんかお前ら死ぬ気で戦え わしのシュ肉輪が遠むくではないか。がははは誰がなんと言おうと、わしが真の三国武装じゃ。獲物はすべてわしのもんじゃ虫けらどもを蹴散らさわしは守りに回る。 用地でも何でもわしのものは奪わせんぞこ、こんな手に引っかかるとは <laughs> うまくいったのぐっははへ、<laughs> 地獄に突き落としてやるわやっと進めるか、まったくじらしよって この先を通ろうとするアホはわしが撃つわしは一度引くお前らしっかり食い止めておけ月に暴れおってわしにも楽しませようやるではないかわしも共に行ってやろうお前こそ真の三国武装よ やるではないか。そうでなくては。わしのお供は務まらんわい。<laughs> さすがよの。おお、よく来てくれた。まあわし一人でも大丈夫だったが。貴様こそ真の三国武双よ。<laughs> なかなか見どころがあるようじゃこれからもわしのために奮戦するがいい見事なぶよの王褒美はたんとはんでやるぞななにをしておったわしにだにかったらどうするんじゃわしの前に立つかならばしねえ 覚えておれわしの野望はまだ終わってはおらんダッキーお前は本当に美しいのどうじゃわしとシュチ肉林を楽しまぬかあら素敵私わたしもシュチ肉林が大好きなの楽しくっておいしくって。 そして残酷で悲惨でもうとってもいい気分になるんだものとうたくさんあなたもいつか私の七肉林に招待するわね <laughs> それは楽しみじゃのうまさかわしが他人の七肉林に招かれるとは思いもしなかったぞ <laughs> 喜んでもらえて嬉しいわ。どうたくさんの思い描いてるものと同じかはわからないけどね。ダッキーよ、お前は美しいだけでなく実に残酷じゃ。ずっとそばに置いておきたいの。<laughs> 嬉しい。 だったら元の世界に戻った後トータクさんのところにお邪魔しようかしら私人よりちょっと贅沢で残酷な遊びが好きなんだけどトータクさんなら期待に応えてくれるわよね当然よ贅沢など諸侯や民に見過がせればいくらでも叶う 残酷な遊びはヘヘヘヘヘわしも望むところじゃそう言ってくれると思ってたわ私とトうタクさんってば相性ぴったりだものねまあ警告って呼ばれた身としてはね最初からこうもぼうだとちょっとやりがいなかったりもするんだけどん何か言ったか 何もこれからもたくさん一緒に遊びましょうねとたくさんお,お美しい女子よよれわしが可愛がってやろうぞ面倒な男が現れたのわらわはそちなど相手にいや待て。 よく考えればわらわの駒とするにはうってつけの男ではないかたまもじゃったのう何をぶつぶつ言っているなやましげなその顔もまたそそるのうこの者はおのが欲望に忠実な男利用すれば騒乱を巻き起こすことも。 アッハ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 ッ縁だ顔もまた良いわどうじゃわしとシュチニクリン今の措置ではシュチニクリンなぞかなうまいなんじゃとじゃがわらわならその夢かなえてやれようどうじゃわらわとくまぬかとおたく

その気になればすぐ実現できるのではないか <laughs> ソチはすでにワラワが隣におるというのにまだシチ肉林にこだわっておるのかえおほうつやっぽいのしかしそれとこれとは話が別じゃもう少しとうがそうらんいや。 精進してくれれば七肉輪を超える夢をわらわが見せてやるぞ七肉輪を超えるじゃとガッハッハッハよかろうお前の望み何でも叶えてやろうではないか <laughs> うっふいやつよの おお満面の笑みを浮かべておるゾッとするほど美しい、良い女じゃはっ、た、ふや控えよう, <laughs> うっ、ガぬわー、ぬわー名族の意向にヒレフスがいい 讃えよ、我が勇士よ、これこそ王者の威厳よ。施してやろう。感謝せよ。縁本書である。ほう。敵将を討ち取ったり。おお。うん。名族は秀足でもあるぞ。 我が手を下すまでもないこれぞ、名族の身のこなしよおのれ、何をしておる早く救援をよこさんかならぬ、ならぬのだ名族に敗北は許されぬたたえよ、縁本社こそ真の三国無双である これより、名族の縁本書が参戦する。行けー名族にふさわしい、圧倒的な勝利を飾るのだ我らの血を脅かす輩は、この縁本書が打ち払おう。え我が軍の施行は何をしていたうん、名族にふさわしい結果である。 私は知略にも長けているのだ。もはや我らを遮るものはなし。い上進まー。ぬ。名族の威信にかけてここは通さぬ。は、私は次の戦のための軍議に入る。あとはお前たちに任せたぞ。やるではないか？ 私も共に活躍してやろう。奮闘大義である。しばし、この名族の友をせよ。お前こそ真の三国無双よ。ははは、あっぱれな戦ぶりだな。おお、見事。それでこそ、この炎本書と共に戦うものである。 うん、お前が来てくれたならば心強い。さあ、この不拉致な敵どもを一掃するぞおほ真の三国無双を名乗ることを許すぞうん、大義である獅子奮陣の働き、見事それでこそ、この縁本書が軍の将である わ私は苦戦などしておらんぞいいから早くこの敵軍を壊滅させぬが縁本所に立てつくとはこのしれ者めい族は再び立つ日がまた昇るようになウお前のその豪奢な身なり秀吉と言ったな さては私に次ぐほどの名族か。<laughs> それはねえわ演長。わしはここまで成り上がってきたんじゃ。この成りはただわしが派手好きなだけ。ふん、ただの成り上がりものであったか。だが趣味はなかなかである。私の目を止めさせたこと褒めてやらんでもない。 そうやお前さんもなにやらきらびやかじゃのう。そうであろう。良いぞ。もっと間近で見て羨むがいい。これこそが代々の名族たるものの華やかさである。うーん、じゃが、なぜか薄っぺらく見えるのう？なっ、何を言うか潜んであるぞ。 いや、身につけとるもんはどれもめ品ひんじゃそれをわしにもわかるんじゃがそれがそう見えんちゅうことはつまりつまりまあそうじゃなお前さんが本当にキラキラするにはもっと中身を光らせるべきかもしれんの。ほっほ よかろう、ならばお前に名族の真の実力を示してやろうこれからの私の活躍、よく見ておくがいいおお吠えたのそんじゃ、わしとお前さん、キラキラしたもん同士で先行争いじゃ大したもんじゃろう、炎将お前さんの働き、戦場で輝いとったぞ うん、当然よ本気を出せば戦火など勝手についてくるそれが名賊というものよどうだ秀吉私が薄っぺらくないということよく分かったであろうなんじゃお前さんまだあの時のことを気にしとったんかな何だといや。 あん時はお前さんがいたけだかに見えたもんでちっとばかしからかっただけじゃけどまさかそこまで間に受けておったとはのうでは私のこれまでの奮闘とうはがついてきたんじゃしすべてよしや。ほれこれからもわしとお前さんでキラキラ戦おうな 世話になったのじゃ。新しくこの場所にておのおの心機一転頑張ろうぞいざさらばなのじゃん一体どこへ行くというのだそうもあっさり去るのはちょっと冷たいような気もするが <laughs> 女の子って冷たいものなの幻想を抱いてるようじゃ持てないぞ。 なのじゃうんなるほど覚えたてのセリフを使いたかったというわけか <laughs> 一体いったいに教わったのだはあ炎征は何もかもお見通しなのじゃわらわのことが何でもわかってしまうのか当然であろう。 名族はしを束ね導くべき立場お前の心を見通すことなど自義に等しいそれだけではないぞ武芸は百般に通じ知識は万象に通ずそうでなくては名族とは言えぬのだすごいのじゃよしわらわは名族にいろいろ教えてもらうことに決めたのじゃ うん、仕方がない。くれぐれも足だけは引っ張るでないぞ。よいな。お前、また質問をしに来たのか。あれから何百回目だ。さすがの私も疲れ。演唱教えよ。わらわと演唱の中は何というのじゃ。立ちではないぞ。 ただならぬ仲かのう。どどこで？そのような言葉をあり、えぬすぐに忘れるのだ。我らの仲は次女の交わりというのだ。教えよ。それはどういう意味じゃ？何時？何時のように砕けた言い方で呼び合う仲ということだ。 私は名族だから当然お前をお前呼ばわりだしお前も名族たる私を呼び捨てだからな。あむ正確にはお前円章と呼び合う故お前円章の交わりじゃな。う,うんあまあこの際それでもよかろう。ははギャー。ぎゅうあ はあこれぞ天の奇跡よこ天まさにたつべし奇跡の光よこ天のかごをすいを与えん 天衣に従わん。はあ。敵将、我が裁きを下した。ん。ん。天衣よ。我に力を授けたまえ。人の奇跡よ。いでよ。炎の奇跡よ。 ここれこそ天が我らに与えた試練ここが踏ん張りどころと思え我が祈り天には届かぬか天よを見よ我こそが真の三国武装である天意に従い参戦しようぞ天に逆らう武者どもめ 怪人に帰するがよいぞ我が奇跡の術にて守りを固めるとしようぞ卑怯なやり方をいずれ天罰が下ろうぞうんこれぞ天の導きよ今こそ天罰を下さん観覧は去った 今こそ前へと進む時ぞ俗仏めこれより先は通さぬぞまだ天は我を見捨てておらぬ今は退散して時を待とうぞ万事こそ好天を示す者いざ共に行かん見事である。 我何時と進み天意を示さんおお真の三国無双がどうしたわ天意を感謝いたしますぞ見事なりまさに天に祝福されし者よおお、本当鬼神のごとし天意はそなたにおいて権限している。 おおこれぞ天の助け感謝いたしますぞそなたこそ真の三国無双であるそなたの働き天も見ておろう見事なりそなたには天の祝福があろうありがたいそなたこそ我が天佑であろうな。

そなたはまだ天意を知らぬかその力は天より授けられし者であろうに知らん知らんうちはダッキちゃんが大好きなだけ力とかそれで使てるだけやしいいなそれでは人々を新たな天へと導けぬ目を覚ますのだ卑弥呼よもうなんなん 聴覚やったっけあんたちょっとしつこいでなんと天移を得た我をそのように愚弄するとはうち行くでもうあんま声かけんとってなうん我今新たな転移を得たりこの地での我の使命はかの者を導くことひみこよ 我が必ずやそなたを人々を導く天の子として目覚めさせようぞ意味こよ、立派な働きである天もそなたの活躍を喜んでいるであろうああ、もう、まだそんなこと言うてるんええー、加減にしんやうち、天やなんや、そんなややこいもん知らんし うん、よいそなたはそれでよいのだその無垢な心が進む先はきっと天に通じようじゃあ、今度は何なん,なんやめやめてやうちのこと優しく見守ってるみたいに見んといておっははが慈愛を介するまでになったとは。 天読みませ人々を導くカンナギ卑弥呼の成長ホンな何なんでもうちのことを気にしてくれるんはまあ言うほど嫌やないけどうちはあんたの気持ちなんて知らんけど損でえっちゅんならやったるでどこまでもうちの力で進んだね うん。心のままに進むがよい天に愛されしこよ我はこれより先もそなたを見守ってゆこうぞお前は奇跡の力とやらを使うのだろうどれほどのものか私にも見せてみろ奇跡は見せ物ではない。 救いを求める民のため天意に従い起こすものよ万は凄まじい力を持つ神それを民のために使えばどれほどの者のが救われることか<笑>,笑わせるな私の力は私の滅びを遠ざけるためだけのもの民の命運など 私の知ったことではない <laughs> それほどの力を持ちながら己のためにしか扱えぬとは何とも嘆かわしいことよ何度見ても不思議だなお前の力は神たる私の理解をも超えているいずれ手に入れたいものだ 力ばかりを追うのではなく天へ祈るのだ救いを求めれば何時にも奇跡が起ころう私も求めているぞ滅びからの救いをな <laughs> 自分以外に祈ったことはないがならば初めて天に祈るがいい何時も今はどうし 必要とあらば我が導こうぞ人の身で神を導こうとは <laughs> おかしな男ようっグッブッツムスぬっの、うん、うんあ 大王様の犬のお出ましだぜよし、やっちまえやったろうぜ無理すんなわしが出るは。へっ、敵将、打ち取ったぜよっしゃおうわしは大王 誰にも負けねえぶんがりゃあちのめしてやるぞこのわしが押されてるだといや、そんなはずはねえこんなところでやられてたまるか最後の意地見せてやれ真の三国無双は、この猛覚様よ オラオラもう様さまが来てやったぜへえへえ、きれいさっぱり平らげてやれ土地ってのは大事なもんだしっかり守らねえとなツッキショウどうなってやがんだカッハッハいい調子だなヘい、ワシを甘く見るなよ おおするようになったかそんじゃいくぜここは通さねえぜ潰されたくなかったら引き返すんだなググぐ次はこうはいかねえ引き上げだその調子だぜわしらで敵を丸呑みしようややるじゃねえか わしもそばで暴れさせろや。おめえこそ真の三国武装だ。やるじゃねえか。うん、おわしも燃えてきたぜ。へい、おめえが仲間でよかったぜ。わしも思いっきり暴れられるからな。すまねえな。 この恩は100倍にして返すぜよくやったおめえは真の三国無双だぜすげえな、おめえ見どころがあるぜ大したもんだおめえはわしの誇りだぜ助かったぜさすがはわしの仲間だ さすが母ちゃん、真の三国無双だぜ母ちゃん、その調子だぜご、ごめんよ、母ちゃん。そんな怖い顔すんなって。この猛獲様に挑もうってのかカッハハハ踏み潰されてえかぐっ <laughs> こんなのまぐれにちがいねえおうでけえのお前なかなか器もでかそうじゃねえか当たり前だぜわしは南ちゅうの家族全部をまとめてんだ大王ってのはこけおとしじゃねえぜへっ家族ねえ 似たようなことを言ってるやつもいるもんだぜ。ま、それなら合点もいく。そういうおめえも、どっしり構えてる感じがするな。でっけえもを守ってるような。でっけえかは分からねえが、家族や領民を守るって気概なら、てめえと同じだぜ。へへ、気に入った。いい仲間ができて嬉しいぜ。 こんな時は、一緒に腹いっぱい食うに限る。付き合うよな、宇治安。おう、望むところだ、盲覚。てめえが暴れてんのを見ると、スカッとすら。でけえの、ずいぶん張り切ってんじゃねえか。おうよ、わしは怖いものなしの大王だからな。 へえ、怖いものなんじゃねえってかい神さんには頭上がってねえようだがえ、大王さんよな、なほ、なに言ってやがるわしは母ちゃんにビビってなんかいねえいつだってわしが母ちゃんをお、噂をすればなんとやらだおい、仕組みよ すまれえ。今ルはちょっと見えはっただけでよざま <laughs> はねえな宿勇なんざ来ちゃいねえよおめえそういうのはなしで頼むぜ <laughs> 大王さんも肩なしだなだがまてめえほどのヤを尻に敷いてんだかみさんは実に大した女なんだろうぜ。 <laughs> まあなこの流れで言うのもなんだが自慢の母ちゃんだぜそうかいこりゃ今日の魚は決まりだなもがかくお互いの神さん自慢で飲むとするかおういいぜ宇治安の嫁自慢とくと聞いてやるんじゃねえかおうでけえの おめえを見てるとわしはゾウを思い出すぜゾウって知ってるぞあのでっかくてのっそりしてるやつだろオレはあんなにとろくないぞいやあいつらは見た目よりしゅんびんだぜわしやおめえが走るよりずっとはえそうなのか でもあいつら戦うことできんのかすごくおとなしいだろ確かに普段はおとなしいがわしが命令すりゃ頼もしく敵を倒してくれるやつらは最強の仲間だぜでもよどうせ俺が乗ったら早くも走らねえし怯えちまうんだろ 同族嫌悪ってやつつまんないじゃへへ,へなんだ。そんなことで悩んでたのか。よし。今度わしと一緒に象に乗ろうや。うまい乗り方を教えてやるぜ。う。本当か？<laughs> 俺楽しみにしてるからな約束だぞもうかくゾゾああ俺早くゾに乗りたいぞ。ウギュウキどうやらゾウ乗りにはまっちまったみてえだなゾたちもおめえに乗られてうれしそうだったぜ でもモウカクがそばにいないとダメだぞお前が近くにいるからあいつら言うこと聞いたんだぞそれは違うぜギゅうゾウってのはな強いだけじゃねえめちゃくちゃ賢いんだあいつらは自分が嫌いなやつは乗せねえそいつが近づいただけで攻撃するくらいだ おめえはそんなことされなかっただろうおめえはゾウに認められたんだだから今度から一人で乗っても大丈夫だぜ本当か <laughs> やったぞ俺妖魔だけどゾウと友達になれたんだな あいつら目がクリッとしてるし鼻もすげえし乗り心地も最高だし最強に可愛い動物だぞ。ハハハ。象も可愛いがお目も可愛いね。ギルキ。だ。とれ。ウリアン。見てな。 うわっ,うっううわワクワクするね熱いのは好きかい <laughs> 最高さね見てらんないよ世話が焼けるね任せときなはあ敵将 撃ち取ったよああいいさこれが火の神の末の力さねまだまだああ燃えてきたよ思ったより強いじゃないのさここで燃え尽きるってのかい 火の神の末裔祝勇真の三国無双のなもらったよさあ私が焦がしてやるよ手加減はなしだよ一息にやっちまえな私が守ってやるよな、何が起こったってんだい こううまくいくと気持ちいいもんさね。さあ、少し驚いてもらうよ。調子よくいけそうだね。さあ、ついてきな。ここを通りたきゃ、あたしを倒すんだね。今回は、勝ちを譲ってやるよ。いいね。 私もし緒に行かせてもらうよやるじゃないさあたしも燃えてきたよあんたこそ真の三国無双さやるもんだねあたしも負けないよさすがだね敵もビビってるよ手を貸してくれるのかい恩に切るよ へえあんたが真の三国無双かい大したもんだよいいねもっとやってやんなすごいじゃないのさやっぱりあんたは頼りになるねおあ、あんたかい世話かけちまったね あんたこそ真の三国無双だよさすがはあたしの旦那様だよ助かったよあんた本当頼りになるね半端 <laughs> な覚悟じゃやけどするよ次に会ったらただじゃ済まないよ宿勇だな あなたは火の神の末裔と聞いたああありがたすぎるちょっとお待ちよいきなり拝むなんてああ家計の好きな坊やがいるって話があったねあんたのことだったのかい心当たりはもう一人いるがこの際俺ということで大丈夫だろうどうか祝勇殿を拝ませてほしい 火の神に家計成功の祈願をしたいのだ何言ってんだい家計が好きならまずは限界まで腕を磨きなそれでうまくいかないって言うなら考えてやるよそうかそうだな実力で成功させてこそ本当の価値ある家計ださすが火の神の末裔。ありがたい言葉をもらったぞ そんな細っこかったら力も入んないだろう今日はあたしがたっぷり食わせてやるよさあついてきなそれはありがたいあなたの料理の絶妙な火加減からも学べるものがあるはずだ祝勇殿この間の火加減はどうだった俺なりに練習に練習を重ねたのだが ああ、おかげでいい丸焼きができたさね外はこんがり中身はしっとりあふれる肉汁言うことなかったよ祝友殿に褒められるなんて光栄すぎる火の神の祝福を受けたようなものだなそんな大げさなそれにしても本当に一生懸命で素直な子だよ ついつい応援したくなるねならまた俺に課題をくれないか着火の仕方燃え広がり方温度調整さらに改良を重ねてみせるぞやれやれ本当に暑くて素直な子だよねっ祝優旦那さんすっごく大きいんだね そうさね。うちの人は心も体もでかいのが取りえなんだあんたの旦那も器はかなりでかそうだけどね <laughs> そこに惚れ込んでるんだあたしもうちの子たちもうちの子ってあんたの旦那の仲間たちかいそうだよ。 みんなない大事な子供たちだからあたしがしっかり守ってあげないとねあっ <laughs> いいねあんたもそういう立ちかい気に入ったよネネあんたとは気が合いそうだあたしも会った瞬間からそう感じてたんだよ一緒に頑張ろうね祝勇ああ 気合い入れて家族を守っていこうじゃないさあんた時々お菓子並みのこなをするねたまに何人もいるみたいに見えるよああ分身の術だねねね忍法の一つだよへえ分身そんなことができるなんてすごいじゃないか 祝優だってすごいよ。敵を燃やしちゃうんだもん。あれも忍法みたいなものなのあれは火の神の力さ。これでも私は火の神の末裔なんだ。驚いたよ。神様の力とか、忍法どころの騒ぎじゃないもん。ま、神の力なんてこの世界じゃそう珍しくもないみたいだけどね。

かくごはいいかね小生が力を引き出そうさあ生きたまえふるいたまえ手をかそううんおあてきしょう小生がうち取ったさて うん、いささか遊びが過ぎたようだ行きたまえそうまどいたまえうんこれはいささか厳しいか投げかわしい状態ではあるな巻き返す力はないかね 生が真の三国武双かねさて小生が戦局を動かしてみるとしよう。この攻めは必然そう思わないかね小生の防衛術見せて死ぜようかね、うん 生を惑わすのかね乱世には小高しき者がはびこる。うん喜ばしい結果と言えような。免用な法術と思うかねだがこれはただの策に過ぎぬよ。道は開かれた。 ならば小生も歩を進めるとしよう。ここを通すのは構わぬが、その前にそなたの際、試させてもらおう。攻めるも引くも小さきこと。戦果は上々かね。ならば小生は道を示そう。 奮闘しているかよろしい小生も協力しようそなたこそ真の三国無双と言えようおお危なげないそなたは実に頼りになる相変わらず危なげない戦運びよやはり そなたは大器おお救援を得られたか時には頼るのも悪くなかろうそなたこそ真の三国無双と言えよううん大したものだそのぶまことに心強い さすがの働きよそなたならこの戦場も平らかにできよう援軍とは珍しい気を使わせてしまったかね小生を倒すつもりかねその真意正さねばならぬなやれやれ むなしいことを答えはいずれその口から聞こう。太徳の子よそなたは随分と人をだますのが得意なようだ。おや何のことだろうか私はボングゆえよくわからぬのだが。 記者を装う凡人は多くいるが、その逆とは。大得もこれには気づいておらぬか。ふう、どうしたものか。佐治殿、できればその話を皆にしないでほしい。おお、なぜそう申すのだ。 私に期待をかけてくれる者たちに妙な希望を持たせては申し訳ないこの私は紛れもなく愚者それは変わらぬのだうんならば今は見逃すとしようだがそなたの選ぶのはいばらの道よ共に進む者すべて 無傷では済むまいああご忠告感謝する体徳の子よそなたが背負うものはあまりに重いなぜ孤独に行こうとするのかね私が迷子に見えるのだろうかそういうことなら 心配ししないで欲しいで皆が心配するゆえ私はどこにも行かぬそなたは迷い子ではなかろう民が生き残る道を探し一人暗闇を切り開こうとする哀れな道家よその道家が闇雲に振り回した刃は 近づく者を傷つけてしまうそれはとても悲しいことだだから誰もついてきてはいけないそなたと共に進もうとする者の意志をくまぬのかね私は案ンゆえ誰の気持ちもよくわからないのだ これ以上の問答は無意味か？<laughs> ご心配感謝する。うん、浅井長政異なる世にもまた仁に似た大志を抱く者がいるか。それがしよう。いや、この真偽を表してくれたのか？ そ小生はそなたら波動を止めうる大気を支えんとするもの。それはありがたいだがこの状況今は真偽をどこへ向ければよいのかすら思い悩むことはあるまいよ浅井長政そなたが大切にしていることは 何かね大切なことそれは一の、そして皆の笑顔だウメそうか皆が幸せに過ごす明日こそ我が真偽の向かう先だならば今はただ賭け戦わねばなるまいこの混明たる争いを終えまずはあるべき世へと。 戻るためにそうだな佐治殿礼を言うこれからもどうか支えてくれ佐治殿そなたは戦況で修行を積んだと聞いたということは人よりも長く生きられるのかさてどうであろうな真偽の者よ。 仮に千年二千年の命を得てそなたは何を望むもちろん皆の幸せをそのためならば何千年でもこの槍を振るおうそうはいくまいよ長すぎる時の流れは心を乾かしてゆくもの結局 そなたの真理も薄れていくであろうねそのようなことはないこの真理いつまでも貫いてみせるまっすぐな瞳よ人の身には困難と知りながらついその言葉に真実を探したくなるならば貫いてみるがよい 少なくともこの異界にいる限りは小生がそなたの真偽を支えようありがたい言葉だ佐治殿そなたの期待は決して裏切らぬ皆が幸せになれる世のためかけ続けよう「チッ」ほ「ホ、はあ、決めますぞく

撃ち取ったおおふむ私の勇姿をごうろしろにぎやかに参りましょうさあお楽しみの時間ですぞ,ですぞはてさてどう巻き返しますかなここまで追い詰められるとは いよいよ覚悟を決めねばなりませぬか私こそ私こそが真の三国無双ですぞさてさて戦局はどうなっておりますかないざいざ行かん敵の陣容を崩しましょうぞ必ずや必ずや守り抜きますぞ 私が一本取られるとは。さてさて、どう巻き返しましょうか。うまく、うまくいったようですな。新興代の策、今こそご披露しましょうぞ。おお、これで進軍できますな。ここまで、ここまでですぞ。 これより先へは私が行かせませぬまさかまさか私が見誤るとはこれはお見事。いざいざ私も参りましょう実に、実に素晴らしい私も参りますぞ見事見事。あなたこそ真の三国無双ですな おお、お見事な活躍ですな。そのご活躍、ただただ簡単の一言ですな。この陳光大、敬服いたしました。ありがたやありがたや、このご恩は必ずお返しいたしますぞ。おお、あなたが真の三国無双とは。 その姿実に実に勇ましい実に実に素晴らしいあなたのご活躍とどまるところを知りませんな感謝感謝助かりましたぞ見事見事力殿こそ真の三国無双ですなさすがさすが 両夫殿の部にかなうものなどおりますまい王を両夫殿旧志に一生を得ましたぞ新皇大のお相手をしていただけますかなこれでこれで終わりではありませんぞ秦旧我が元を去った後も即戦にしていたようだな あなたこそ、本当に本当におかわりなくうん、お主の活躍は聞き及んでおる逃した魚の大きさにほぞをかむ思いをなんとそれほどまでにそれほどまでに私を惜しいとああ心の底からな この機会にまた我が元にいや仲間として共闘したいものよわかりましたならば今一度今一度だけあなたと共に戦いましょうなんとも心強いものよ感謝するぞ陳久いかがですかな、ね このチンコ代の活躍は、うん、わしがお主に期待していた通り。いや、それ以上よ。わしのもとを去った後の大まぬ努力が忍ばれるな。おお、そうそうどそこをおわかりとは、さすが、さすがですな。ささ、遠慮はいりませぬぞ。 我が作我が地望に最大限の惨事をうんならばお主を称える詩を次までに考えておくとしよう次ですか何とも希望を持たせる言葉ですなでは私からもお伝えしたいことがうん申してみようあの時 あなたたのとを去ったこと一度一度たりとも後悔したことはございませんこのち望が磨かれたのはより広い世界を知ったからこそゆえに今の私があるのですそれをお忘れなく元の世界に戻った時お主がいかほどの軍師になっているか なんとも恐ろしいものよ神宮様ご無礼ながら先の対戦にて呂布様を御し、神をもだました手腕お見事にございました我が知略の素晴らしさがお分かりいただけたようで何より何よりですぞ敵味方を欺き油断を誘い 気をうかがって私が私が呂布殿を最高の舞台へと解き放ったのです紀神を裏切らせたこの珍光大の名人間界仙界深界に至るまで世界を超えてとどろいたことでしょう全ては珍宮様の手の内であったとこの小十郎すっかり術中にはまり 途中まで鎮急ウ様を器の小さい道家と思い込んでおりましたむ言葉にトゲをトゲを感じるのは気のせいですかなええもちろん気のせいかとしかし目的の中に呂布様のため最高の舞台をというものが入っていたのがやや意外でした意外 むしろむしろ当然のことですぞ。呂布殿なくして我が望みはかないませぬゆえしかしながらあの方は理にても理にても動かせませぬ。苦労はありますがそこが陳光大の腕の腕の見せどころですぞ。<laughs> 心中、お察ししいたします。主を見事導き羽ばたかせるその手腕小十郎にご指導のほどよろしくお願いいたします小十郎殿いつぞやは主を導く手腕を手腕を教わりたいと申されましたがその必要はないのではありませぬか あなたはご主君をうまくうまく導いているように見えますぞむしろこちらこそ秘訣を教わりたいものですない,いえ私など天下を目指す政宗様をお支えし続けるにはまだまだ精進が必要だと考えておりますそれに 私は政宗様のご用証の右利よりおそばにてお仕えしてまいりました呂布様とあなた様の関係とは少々異なるかとなるほど主を支え望みをかなえることがあなたの役目としかしそこに野心野心はないのですかな残念ながらございません 皆が皆陳休様のような野心家ではないのですあの両夫様を利用するなど普通ならとてもとてもただそうであるからこそ陳休様の努力はまぶしくけなげに感じられますどうかこれからも応援させてくださいませ相変わらず言葉にトゲをトゲを感じますが。 長いい付き合いであなたのことは分かっております心からの応援として受け取っておきますぞそれ以外の意図などあるはずもございませんあなたの願いがかなうことこの小十郎心から祈っていますはっやっでい 絶対に負けられぬ一つ残らず打ち砕いてやる終わりだ私が援護するやらせぬ出るぞはあ敵将私が打ち取ったぞはいああ私の全てをかける 勝利をこの手にここでチェン押されているかしかしここで負けるわけにはいかぬ追い詰められたなこのままでは私こそが真の三国武双だ両霊水産いかなる困難も打ち砕いてみせる 敵陣へ向けて攻撃を開始する皆、私に続け我らが守りの要だ皆、絶対に引いてはならぬぞくっ、油断したか急ぎ体勢を立て直せよし、これでいいだろう。私とて無策ではないぞ 新軍路を確保できたな皆私に続けここはすでに封鎖した通りたくば私を倒していけ今はかなわぬかここは引き体制を整えようお見事です私もあなたに続きましょうほう頼もしいな 私も続くとしようその部真の三国無双と言えましょう素晴らしきお働き私も見習いたいものですそのご活躍皆の励みとなりましょう私も遅れを取らぬよう奮戦いたしますこれはお恥ずかしいところ救援感謝いたします ほうお前が真の三国無双だったとはな見事だ私もうかうかしていられないなお前の活躍目覚ましいな共に戦えること嬉しく思うぞ情けないところを見せたなここから挽回するとしよう父上こそが 真の三国無双です父上お見事でございます父上申し訳ありません必ずや無働きにてお返しします貴様の相手鬼神の娘が務めよう覚悟しろかなわぬかこの勝負次に預けるぞ 定期はいつもどんな鍛錬をしているのわ私は一人己と向き合って武器を振るっているだけだ特別なことなど何もなんて心が強いんだろう素敵だなイナは感動しましたな何を言い出すのだイナ殿は最強と呼ばれる父上がいても それを意識せず黙々と自己練習をイナもそれに学ばなければいけませんねそうなのかはいでキー私とお友達になってもらえますかああ私などでよければ喜んで友情を育もうありがとう キとお友達になって久しいよね最近一つ気になることがどうした私たちは友なのだ遠慮せずに言ってくれうんイナとレイキは本当に友達なのかなななぜそのようなことを 確かに私はいつも孤独で稲殿以外に友達などいなかっただが稲殿の友としてこうして毎日の鍛錬を共にしているそれは間違いだったのだろうか稲もレイキとの鍛錬はとても楽しく思ってるけれど友とはもっといろいろな場所に出かけたり。 美味しいお菓子を食べたりさらには夜通したわいもないおしゃべりをしたりそういうものと聞いてしまったのなそれはすまなかった私の経験不足ゆえ稲殿には寂しい思いを平気今日は鍛錬以外のことをしてみない もちろんだ。ならば今から一緒に茶菓子でも選びに行くとしようええ<っ>突然話しかけてごめんなさい私あなたのことをいろいろと知りたいの教えてくれたら嬉しいなって私は呂霊紀寄進呂布の娘だ これでいいだろうかそそれで終わりあのそうねお互いのお父様のお話でもしない私のお父様はねよく釣りに連れて行ってくれたの私釣りのことなんて何もわからなかったけど隣で海を見てるだけで楽しかったあなたにはそういう思い出は ない物心ついた頃には父上はすでに戦場にいた私は一人で鍛錬に励むことが多かったなそうだったのだったらお父様が留守の間お友達と遊んだりはない父は流浪している時が多かったからなひところにとどまれぬゆえ 友と呼べる者もいなかっただからそんな寂しげな目をしているのかしらうん何か言ったかいいえ何でもないのこれからあなたと仲良くなれたら嬉しいなってよろしくね礼樹礼樹次の戦の支度はどう ちゃんと睡眠は取れてるありがとうお前のおかげで私は最近調子がいいだがその何イキお前がいるとつい頼ってしまいそうになるそれが少しだけ慣れないというか いくらでも頼っていいのよだって私たちは友達でしょ私だって戦場ではいつも霊気に助けられているわだから普段ぐらい私にも支えさせてわかったならその言葉に甘えようこれからもそのよろしく頼むえっ こちらこそ。